皆様、こんにちは。アレッサンド・ベベラリと申します。東京フィルの首席クラリネットです。今週の定期演奏会は、トゥランガリラ5曲です。今週のすごく楽しみにしてましたので、チョンさんとオリビエ・メッシェンのすごい大切なコラボレーションがあって、1990年、一緒に録音しました。私はすごくメッシェンに会ったことないので、チョンさんはいろいろなことを教えてくれて、例えばメッシェンはすごくリズムの大勉強をしました。すごく、トゥランガリラはすごく特別な曲です。首席ファゴットの広畑敦子です。今週の定期演奏会で取り組んでいるメシアのトゥランガリラ交響曲なんですけど、先ほどもベベラリさんが言っていましたが、チョンさんとメシアさんが直接こうやり取りしながらレコーディングされた曲ということで、いろいろお話をチョンさんからお聞きしたんですけど、メシアさんはこうハーモニーの色が直接こう色として色彩が見えていたそうで、その面白さだったりとか、まあ、彼の曲は神様に捧げる音がたくさんあったみたいなんですけど、この曲はもうすごいエネルギーがあふれる若い人のための曲とおっしゃっていたので、中身もすごく難しいんですけど、その技術的なことだけではなく、それにやっぱり色彩を添えられるような演奏をしていきたいなと思っております。ぜひお越しくださいませ。